あの長編時代劇が7年の時を経て いよいよ完結。影楼の辻完結編。湯加減はどうですか？良いです。まあ佐田信子が、そなたを生涯の師としたい。ここまででござる。政は正しき心で行わなければなりません。賄賂が横行する田沼の政は悪です。この日本国を新たな道に歩ませる役目を負うべき男よ。田沼家の今後背負って立たねばならぬのです。承知しております。人というものはつい刀を抜いて事の決着を図りたがるもの。しかし守るものができたとき、その心を抑える術を覚えました。定信と田沼の対立はやがて弱音を巻き込み加速する。江戸城内での斬り合いという歴史に残る大罪、定信は関与したのか。そして弱音の運命は。これは人は心の持ちようで変わることができます。父親ってやさ、娘は可愛いもんなんだ。父よ、強くなんかないと。あなたはお父上の何を見てるのですか？母を守れる男になるのだ。はい。次第に冷たくなっていく我が子の手を私は握りしめたことがあるのか？もう終わりにいたしましょう。戦いは終わりです。坂崎岩根最後の戦い、影楼の辻完結編。次